なんか自分の店で初めて歌うので、めっちゃ緊張するというか、嬉しすぎて、もうなんか、すいません。夢やったのね。初ライブ。もう本当に。赤ちゃんがお店をやりたいっていう話はもう何年も前からね、ずっと言ってて。で、それを題材にした曲も作ったぐらい。そうなんで、今度また8月の4日にこちらでやります。でよかったら来てください。はい、ではよろしいですか。シューティングスター。あなたになんて伝えましょう。夢に心地の溢れる星の夜に耳元でささやく冷たい風、こぼれた手のひらに息を吹きかけて、見上げた空にはシューリングスター一緒は、まあ、ここにねいるんやから、明けさんもね、そらできるやろうとは思ってましたけど。